ミントスクッキング見たよ。なかなか良かったね。なかなか良かったね。なんかドレスオムライスだっけ、なんか言ってたよね。なんかちょっとフラがあったよね。なんかエピカなんかやってる時になんかそれっぽいこと言ってたよね。先生にちょっと聞きたいことあるんですけど、はい、先生ってあの、はい、オムライス作ります？あのふわふわのやつ。いやー無理。そうそう、好きじゃないとかそういう系ですか？いや好き。あ、好きなんですか？うん、でもなんかトライしたことがないな。ちょっとトライしてくださいよ。あ、やってみるか今度。リモーでクッキングやってくださいよ。でも俺 IH だからな、オレンジのフライパンちょっとむずいんだよな、きっと。あんま傾けたりしたら熱入んなくなっちゃうからさ。じゃあミントさん代わりに頼むわ。ミントスクッキングですよ、オムライス。オムライス、ふわふわふわとろオムライス。俺でもあの今まで挑戦したことがまあ10回ぐらいあるんですけど。あ、あんの、うん、あ、なんかドレス、ドレスオムライス。あ、あるね、あるね、ねじるやつね。ねじるやつね。あ、それならできるかも。気づいたらいつもスクランブルエッグできやすい。ねじれがうまくいってないってことね。あのねじれがねじきってみたいな。全部全部。あ、確かにドレスオムライスなら作れるかもな。IH でももしかしたら。でもあれさ、なんか卵とかさ、多分こしたりしなきゃいけないでしょう。いや、もう混ぜなきゃいけませんよ、それは。いやいやいや、それできないんだって。だからそれじゃ。拳で。いや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 、ちゃんと調べた？調べた、ちゃんと俺は調べてました。調べてやった、それ。調べてやった結果、うん、あの7回ぐらい、まあスクランブルエッグができ、3回ぐらいチャーハンになりましたね、途中から。チャーハン作る。もうチャーハンでいいやつってね。そうそう、普段でもいいだろっつって。確かに。やってみるか、オムライス、今度は本気で。ちょっと欲しいな。だから、ああ、そうなんだ、つって見たら、やばかったな。毛穴とかも絶対見んでも。